平山菊次は日本のプロ野球選手。ホームラン性の打球を外野フェンスによじ登ってキャッチするのを得意としていたことから平際の魔術師と呼ばれた。山口県下関出身で実家は商家である。下関商業学校時代は遊撃種だった。一学年下に矢野淳一、二学年下に藤本秀夫がおり、いずれも後にプロ野球で チームメイトとなっている。卒業後、広島鉄道局でプレーするが、内野ではその強権を生かせないとの理由で、杉田山守監督によって、外野手へ、コンバートされた。1936年に発生した2.26、事件では、菊池の義兄田中マサルも関与し、7月に、死刑判決を受けた。この時、東京巨人軍への入団が決まっており、 最後の面会の日に、議系からも激励を受けた。1937年に巨人に入団。2年間は主に左翼手、中堅手の控えを務めるが、3年目の1939年に7番左翼手のレギュラーポジションを獲得して、打率。307と、打撃成績3位の成績を上げると、1940年は6番を打って全試合出場を果たし、 1941年は打率230を打って打撃成績13位に入るなど打順は変えながら抜け目のない打撃と定評のある外野守備でチームに貢献し川上哲司、千葉茂浦と共に巨人軍第一期黄金時代の中心選手となった1942年に王将しビルマ戦線に出兵 終戦後の1947年に巨人に復帰して、開幕から右翼、または中堅を守って5番打者に定着。黒沢敏夫の戦線離脱後は左翼に回り小松原、広木と交互に56番を務めるなどして、ほぼオフル出場となる116試合に出場、チームトップの65打点を記録した。1948年の東西対抗戦では、 南海ホークスの飯田徳次が放った、柵越えと思われた打球をガイアフェンスによじ登って、補給し、大和球種から、平際の魔術師の異名を命名されている。この年から3番、青田登る、4番、川上哲次に次ぐ5番に入って、クリーンナップを打ち、打率、272に、自己最高の11本塁打の成績を挙げると、翌1949年は首相を務めて監督。 三原治を助ける傍ら、引き続き5番を打って打率、273の成績を残し、巨人の戦後初優勝に貢献した。しかし、同年末に巨人軍の内紛とも言える、幻の連番状事件が発生すると、平山は、初中三原さんにゴマを吸っているとして連番状の標的となる。結局連番状が表に出ることはなかったが、三原監督指示派は、 首相の平山のほかに助監督の千葉、川上などごく一部であったことから、三原治は優勝しながら、監督を更迭され、水原茂が新監督に就任した。結局、距離、下関を本拠地とする太陽ホエールズが、プロ野球に新規参入したことから、中島春康と共に、平山新球団に譲渡される形で移籍した。1950年の太陽では、 初代キャプテンに任命され、ここでも3番、大沢清4番、藤井サムに次いで5番を打ち、打率。274、74打点、35盗塁を上げるなど中心選手として活躍する。1951年に、足の故障でわずか3試合の出場に終わると、安居玉一、岩本義幸、青田昇らの遺跡入団もあって、出場機会が減り、 チームが招致クロビンスと合併して、大洋招致クロビンスとなった1953年をもって引退した。引退後は、太陽で1957年から1958年にかけてコーチを務めたほか、スカウト部長、球団常務を歴任。太陽の後進、横浜ベイスターズが38年ぶりに優勝した1998年に、 亡くなったが、優勝の瞬間を見届けることはできなかった。1948年11月26日の東西対抗戦第4試合7回2後投手川崎特治、打者、飯田特治の場面で、飯田が左翼ポールギリギリに入る本塁打製の大飛球を打ち上げたところ、左翼を守っていた平山が、右手を外野フェンスにかけ反動を利用してジャンプし、 左手のグラブを観客席の方に大きく突き出して補給しアウトにする。このプレーを球場で見ていた山和球士によって平際の魔術師と命名された。平山にとっては偶然生まれたプレーだったが、このニックネームによって平山の外野守備が大きくクローズアップされたことで平山はこの言葉に名前負けしないようにいつでも同じプレーができるように 猛練習を繰り返したという、平際の魔術師の異名を取る以前から、外野守備には定評があった。打撃の方は腕力に乏しく迫力はなかったが、抜け目のない打撃に徹し、戦後はクリーンナップに入って5番打者を務めた。左中間に打球を抜かれると、グラブは邪魔とばかりに放り投げて、打球を追いかけることがしばしばあった。グラブを持たずに、素手で打球を追いかける姿は、 ユーモラスだったという。若い頃から風格があり、チームメイトからは、おっさんと呼ばれ、親しまれた。就寝前に枕元に、チェリー缶を置いて、タバコの煙を吐いているところは、まるで陰境味のようであった。また、お人よしの温情家で、若い選手からも慕われた。主語であり、同郷の藤本秀夫と二人で飲むと30分で一生瓶が、空になってしまうほどであった。 1937年に巨人軍に入団したクレハが春のキャンプ地の草薙でチームに交流宿舎に行ったところ前歯が3本かけた年上らしき人が出てきたため大先輩と思った子は再敬礼して台湾から持参したパイナップルを土産として差し出したしかしこの大先輩は実は同期入団の平山であったという1955年4月30日に 川上哲司の運転する乗用車に同乗中事故に、愛、右目の下を6センチメートルも切る列車を追ったことがある。ありがとうございます。